待って、どっちの画面でも明かりだけ映ってないじゃん。うるさいな、この最年長。これ大丈夫ですか、あの白のケース。あれ、あれまではいいけど、うん、そのこっち側だ。そこ、そうやで、ゆらさん映してるんで。たかしの後ろ姿が、たかし、あれ、たかしっていうの、え、男の子、うん、おお。いや、なんかオスになっちゃった。何考えたの。あのね、あの舞ちゃんに名前つけてって頼んだらたけしかたかしって言われて、そうなっちゃった。あー、なるほど。え、ほんまやったら、ほんま私が考えるんだったらもうルルとか。あ、ルルルル、それはまあ琴ちゃんの猫。ルルー、琴ちゃんの真似。本当に琴ちゃんの真似。ルルー、ルルダメ。え、そうなんですか。そう、こんな感じ。本当にね、見てほしい。これ割と似てるよ。ルルン。ゆらさん右耳かわいいよね。だってマニアックすぎない？ねえ。でも私耳めちゃくちゃ小さいんですよ、多分。そう、なんか耳、あ、でも大きいもん。顔の色がおかしい、うん。発光しちゃう。私黒だから発光するんだよね。で、やっぱさ、こっちの画面の方が漏れる気がする。おきちゃんの画面より。確かに。それはそうだね。何が違うんだろう。うん。おきちゃん耳レア、レアではないですけど、ね。確かにあまり耳出してるイメージないね。うん。出さないの最近。出した方が可愛い。本当に？じゃあ出そうかな。お姉さん出しちゃおうかな。片耳だけ出したとかなんかいいらしいですよ。あ、本当に？じゃあちょっとそうする。私も宣材写真の時に耳片っぽ出してって言われて。サマちゃんだってみんなじゃない、私以外みんな、あ、サマちゃん違うっけ、ただ両耳だったんですよ。あ、そっか。じゃあ私なんか出さなくていい。そうだよ、だってまいちゃんもね、あの後ろにしてたし。そう、 iPhone もなんか輪郭出さないとアイドルじゃないって言われて出してて、そう、マネージャーさんに。確か大きいだけなんかめちゃくちゃね。でも私何も言われなかったの。でもなんか耳かけてとかも言われなくて、ちょっとラッキーって思いながら写真撮りました。めっちゃ眩しかったね。トヨちゃんめっちゃ長かったね。なに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 、眩しかったこと、あ、思い出した。何かいけないものをやめて、その急なその驚き顔やっきりした。私な、何か映ったんじゃないかって本当びっくりするから、危ないよ本当に。びっくりした。ソラハちゃんめっちゃあの街、なんかソラハちゃんをが撮影してて、私らそのね待ってたんですけど、もう一人だけなんかすごい長くなかった。そう、あれ30分以上眩しくて長かったね。なんかもう目が開けてられなくて、うん、こんなことなんて全部写真が眩しかった。眩しかった、それは言えるよ。だからなんか321って言うから、1の時に目開けてねって、その時写真撮るよって言って、それで321みたいな。そうです、それは特別だね、うん、私らは眩しいけど、はい、目開けて、目開けて、ギュンって開けて、うん、ギュンって開けても、あの撮るまでが長いから、もうこの時間私はめっちゃ半目の写真あったよ。あれはきつかったね、うん、だから私あの選びに選び抜いてもらってるから、もうほとんど半目だったから、見せてもらった写真。嘘、見せてもらってない私。私も見せてもらってない。私秒で終わった。こんな感じですって言われて、すごい、見せてもらって、もう目あげ、頑張ってあげて、ほんと目痛すぎてよかったけどね。私 焼かれるんじゃないかと思ったもん。なんかあのさ、やっちゃいけないじゃん、こう目、何ルーペとかさ、うん、何目覚まし、なんかあるじゃん、うん、こういうのでさ太陽見ちゃダメじゃん、うん、それを見てるような。わかる、これ絶対目焼かれるやつだ。 やばい、これ目おかしくなっちゃうと思った。私のアイドル人生ここで終わるって思いながら撮影してたから、そう、もうお化粧も薄くてね。ソラちゃんしてもらったんだっけ。そう、してもらいました。どうだった、プロの、プロの、プロの。もう使ってるものが高そうで。ああ、でもなんかメイクさんのメイクって感じだね。私はもう自メイクで行ったから、そう、ちょっとね、なんかね、メイクしてもらえると思ってたから、なんかお色直し程度しか持ってってなくて、ベースだけ借りたんだけど、もうコンシーラーとか全部忘れたのね、うん、借りれなくて、もうほとんど化粧させてもらえなかったよね、正直。そう、もうチークとかも全然塗ってなかったしね、うん、口紅の色も、うん、めちゃくちゃ薄いやつを、そして薄かったね。明日大きいかな、色ありで。でもやっぱこういうのはどうなんやろうな。もうね、その反動でね、プライベートのメイクがね、どん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 濃くなっていく。わかる。どうしたらいい、この現象。SC の時はね、全然濃くできないからと思って。やばいんですよ。ソラハッチ。今日女子会です。
あの衣装も借りたの。そうです、メンバーさんも。そう、私やぶしたふうさんの借りたの。私は超理恵さんでした。今村美月さん、私お披露目の時は今村美月さんだった。お披露目は福田あかりさんだった。あ、そうなの。誰だっけ。あ、私空花さん。空花さんのウエストめちゃくちゃ細かった。だから細いと思って頑張った。頑張ったんだ。頑張った。私はおちょさんのもう衣装がもう細すぎてめっちゃ不安だった。細いもんね、おちょさん。羨ましい。跳ね上げラインがいいのにね。そうなんですよ。跳ね上げないように頑張ります、本当に。いやに、明日の朝起きれるの。もう頑張って起きるしかないです。そらはさんにお化粧そう講座してあげて。今度しようか、そうお化粧配信。明日ってさ、夜ショールーム配信できるのかな。あー、どうだろう。できたらやりたいね。私朝やりますよ。朝、あ、なんか聞いたら7時くらいに集合みたいに言ってたんですよ。あ、そうなんだ。オッケー、頑張って。5時ぐらいから、いや、6時、5時半とか。私もじゃあお化粧するからよし。そらはちゃんに化粧品あげ。あ、そうなの。私ね、使ってない化粧品がね。え、これ全部使ってないの。それはあの、いや、あのね、すごい量だね。違う、何、ベンチ、ベンチ、ベンチか。ベンチ組の化粧品たち、ね、え、やっぱすごい、結構持ってるんだね、お化粧品。そう、だからなんかね、あの、あげれるやつはもう断捨離していこうって思って、もう部屋に物をあんまり置かないようにしようと思って。空花さんと身長の時間わからないけど、なんか多分データを送ったら空花さんも用意していただいたので、同じくらいなのかもしれない。本当にいいの、大事な写真会。私でいいの。大丈夫ですよね、皆さん。じゃあ明日起きれたら、そらはちゃんにお化粧配信できたらなと思います。そう、2分の写真。会場で配信してる先輩も。あ、そうだね、いるね。あ、他のドラフトセーターできないのかな。え、どうなんだろうね。待ち時間できたらやりたかったな。え、でも一期生さんやってた、おぎゆかさんとかやってた。ちょっと聞いてみて、うん、聞きますね、うん、そう、できたら他のドラフトセーターできたらやりたいなと思います。はい、明日はじゃあそらはちゃんに朝ね、お化粧配信やりたいと思います。配信ですか。うん、別に配信じゃなくてもいいよ、何でもいいよ。ただ私がその起きれるかによるんだけど、ああ多分起きるでしょう。私もお化粧しないといけないんでね。何なんだよ。コメントただただ眺めてた。ただただ眺めてた。ただただ、おきちゃんが話してたから。そうなんだ、眠い。いや、違うんですよ、あの、私花粉症だから、なんかもう本当に目も開かないし鼻も詰まってるんです。何時起きかな。私は何時起きにしようかな。あんまり濃くしないようにするね、うん、お、写メ会6月9日。おお、そんな先。だるまさん、ありがとうございます。ピチパチ、鼻水まだ治ってないんですよ。頑張れ、気合だ。こちらまだでも根性論でいこう。根性論だ。人生やる気があれば何でもできる。まあ言うたらそういうことよね。本当に思っている。思ってる思ってる。嘘でしょ。あ、戻ってきた。ん、お、いいね。そらはちゃん入ってないけど、おいで。おお、おお、私の事故の件はやめてくれ。怖いね、怖すぎ。見て、私のこの腰の反りぐらい、ちょっと見て。あ、見て、ここやばいよ。もう曲がっちゃうよ、配信終わる頃に。腰曲がっちゃいますね。明日メイク配信やろう。できたらやりたいですね。あ、じゃあ私も朝頑張って配信しようかな。いやー、無理だな、多分私は。どうだろう、まあ、起きたら LINE して。はいはいはい。夜かな。夜できないかな。私絶対できないですよね。でもさらちゃんですよね。ちょっとわかんない。流星さん、タコー、ありがとうございます。これまいちゃんじゃん。そう、まいちゃんとコラボ配信した時からね、そんな感じなんで。私さ、もうギフトいただいた時のさ、ポーズ全部パクってるよ。もうまずクマさんでしょ、
クマさんでもみんなこうじゃない？違うん、違う、これ佐藤しおりの本家だから。クマさん、クマさん、ありがとうございます。タコでしょ、タコ。まあそのぐらいだわ。でも言うても私タコバラ、バラ来た時こうやってありがとうございます。思い出せてよかったの。懐かしいな。じゃあどうなその中で、このね、そらはちゃんとハーさんの眩しい笑顔ね。ハートありがとう、やっしん。もう記者ひのちゃんのあのキレッキレなんね、ミウーシーナウ、ね、ひのちゃんね、あのミウーシーナウのここあるじゃん、これのキレッキレさもうやばいよ。赤チームの中で一番撮ったよ、一回見てほしい、本当に見てほしいの。一回見てね。ああ、ピラストラ合宿のやつだから、ね、あれはね、見物ですよ。たっこにくまさん、くまさん、しおりのおりはごめんです。これね、明日佐藤しおりにもし出会えたらね、あのね、やるんですか、佐藤しおりの前でね、やってみな。じゃあちょっと練習するね。だるまありがとう、よし。しおりのおりはリビトワタミ、しおりのおりはごめんです、ごめんです。これあったらやろう。そう、あったらやろう。しおりちゃんに会ったらやばい、ちょ、怒られても自己責任で。もう私らはもうね、怒られ慣れてるからね。そう、もう私ら本当にやめてって言われてるから、ね、怒られること。でもね、あの子まんざらではない。そうなんですよ、本当にやめてって言いながら、まあ、ちょっともう嬉しいかな、嬉しい反面もあるかなみたいな。そう、私らはでも怒られることをもう恐れていない。そう、やっしー、さくらありがとう、ありがとう、ありがとう。これはゆらさんのドラフト候補生じゃないものまね。じゃあリピートアフターに行くよ。ありがとう。え、もう一回いくよ。ありがとう、ありがとう。もう一回いくよ、よく聞いてね。ありがとう、ありがとう。ちょっと違うね。これは練習しない。これはミカナがプロだからね。ミカニャはうまいね。じゃあ頑張って。やらないでって、みんながやらないでってチクるぞってやる。やめてください。すごいいい人たちなの、いい人たちだから。チクらないでください。あの、私のね、このドラフト3期のモノマネシリーズはね、もうどんどん入れていこうと思います。じゃあもう一個いくよ、ずしまゆなこです。はい、いくよ、もう一回いくよ。あ、指を見てて。青森県出身か。ちょっとあれだよ、あの、まだ難易度が高いから。ずしまゆなこです。ずしまゆなこです。ずしまゆなこです。そうだね、これも青森県出身の方が言いやすいかも。青森県出身、青森県出身、ずしまゆなこです。ずしまゆなこです。ずしまゆなこです。全然違うもんね、関西とね。はいはい、違います。そらちゃんはもうね、ちょっと年上にね、こんなちょっと軽いパワハラを受けてね、ちょっと精神的に疲れていると思うので。疲れて、緊張してる。ようこそくたびれオーラに。疲れてるんじゃない、緊張してる。私くたびれ入ってるよ、だいぶ。緊張するの。花束ありがとうございます。そんなことないよ。あ、やってる、うん、ちょっと待って。ほら、ずしまずしこうって矢印つけてるじゃん、なんか面白いもん。今の、なんだろう、今のズブン。これね、チュシマにあったらやろう。チュシマはさ、なんかあだ名ツナマヨになった。なんかメンバーさんに、1期生の皆さんにツナマヨって呼ばれてるらしい。謎のツナマヨですね。そう、チュシマ、ユナコ、ツナマヨ。懐かしい。チュシも会いたいね。NGT も SKE もね、5人よね。なんか送られてきたぞ、iPhone からめっちゃ気になる。何の写真だったの？なんか iPhone からの写真。なんか iPhone から今写真が送られてきた。何の写真だった？ちょっと後で見てみよう。そう、この間私が配信してる時に、おきちゃんからあの LINE が来てて、で画像付きでなんか
あるとあるもののちょっと待ってそれはダメ言ったらそれダメだよだんだんだってそれダメだよまあ皆さんね言えないんですけどまだ時間帯が違うそうだねもう言えないんですけどまあすごい10時からでしょそれは衝撃的なね写真がねおきちゃんから送られてしかも配信中に送られてくるいや知らなかったと思って本当にでもねあのねこれはねそらちゃん知らない方がいいんだけどねこれそらちゃんには言わないんだけどあのそのとある話はねまいちゃんもその話大好きだからiPhone はなんかそれ聞いてなんかもうドン引きしてた。アイモンはドン引きしてたんですよ。見たいって言ってる。やダメ。それはダメ。多分それはガチで見せられないやつなんですよ。そう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 。大人の時間？そう大人の時間。察しておくれ。察してください。わかるよ。分からなくてもいいんだよ。分かるよ。そういう感じかなって感じ。そういう感じそういう感じってかなっていう。汚れてるね。じゃあここで一曲。じゃあそらちゃんはこれを持って私あるからこれこれもし引っ張ったらごついことありますよ見ないでくださいあこれでいいですかあいいよあごめんなさい汚くてごめんなさいはいごめんなさいこうですねはいはいじゃあ歌のうまいね2人がいるということでいや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 それではおっきいも歌おうよ前もそうやって私ばっかり公開処刑じゃんじゃあね、私はね、二人の美声が聞きたいな。いやいや、ゆらさんだったけど、私もだったら変な音。いや、そういう感じで言われるの、本当に。じゃあやっぱりゆらさんと寂しくないよね。やだ何もう。やだ瀬戸内の声とか。大声だよ。歌ってよ、二人も。そうやって、そうやってコラボ配信したら一人でなんか歌わされていや一緒に歌おうよみんな聞きたいんだって一緒に歌おうゆらりんの歌が聞きたいな一緒に歌おう本当にじゃあコールするからちょっとうちの声で違う違う違う大声あ大声リクエストです大声ダイヤモンドね大声でつっちゃんだらだらだったんだっけはいチャカチャカチャーンチャカチャカチャカチャーンダーンタラララタタ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 タラララララララタタラララララタタ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 タ走り出すバスを追いかけて